あなたは、シズマさん。よう、カグラ。そして渦巻ボルト、星垣シズマってんだ。電気をさらったのもあんたの仲間なのか。若い奴らが苛立っているのは今の無神経な融和政策ってやつのせいなんだ。今の歓迎笑えねえけど。あなたは任務中の問題行動でまだ謹慎処分の身のはず。謹慎ってのは自分から破るもんなんだぜ。それにもう今の水影の命令に従う義理もなくなるからな。尊厳を取り戻す戦いの時が来たんだよ。何寝ぼけたこと言ってんだ。おめめバッチリ、正気も正気。おかげの息子を切って宣戦布告だ。何言ってんだてめえ。誰が戦争なんか。せっかく世界は平和への道を歩み始めたんだ。俺はこの忍び刀をそのために使います。テルミー、メイヤ、長十郎にそう吹き込まれているだけなんだよ。長十郎は今のやり方に当てはまらない人間は全員排除するつもりだ。戦争の傷が癒えずに苦しんでいる連中は5万といるんだ。カグラ、お前こそが誰よりも苦しんだからな。やめろ、カグラ。カグラ、お前なんてことを。ヤグラの血だ。あいつ大量殺人者の孫なんだろ。いくら成績優秀でもこんな忍び認めるわけにはいかんな。俺はそれでいい。殺すまでやるのが血入りの忍びだ。これからの時代に必要なのはお前のようなやり方だ。カグラ、お前は俺が守ってやる。シズマさん、ずっと俺をかばってくれたことは感謝します。これ以上問題行動を続けるようなら俺はあなたを罰しなければならなくなる。長十郎は資格を使って反対派を切っている。おかしいと思わないか。賃入りの里の変革が穏便に進むわけなんかないだろう。何よりも証拠に霧隠れ慰霊碑に俺の一族の名前はねえ。お前の家族もだろう。さあ来い、カグラ。分かってん。お前がつけた傷だ。どんなに体よく取り繕ってもお前はこっちの側なんだよ。おい、おっさん。悪いな。こう見えてもまだ18だ。え、俺のダチを訳のわからん理由でそそのかしてんじゃねえぞ。それはお前がぬくぬく温室で育ったボンボンだからだよ。うるせえ。影分身の術。ほう、どうだ、これなら刀じゃ弾けねえだろう。ブンタン。こんな子供騙しのライトンじゃ本物には通じないわよ。なんだこいつら。仲間呼びすぎだろ。死にゆくほかげの息子へ俺なりの敬意なんだな。風遁熱風症、これが俺の必殺ボルトストリーム。水蓮の術。脅かしやがって。遊び半分とは嘆かわしい。かわいそうに。ボルト。そしてこれが新入りの里新忍び刀七人衆だ。6人しかいねえじゃねえかよ。カグラ、そいつを切れ。俺が七人目。そこに霧隠れで火影の息子が死んだとなれば平和条約どころか戦争の火種には十分。戦争なんて起こさせてたまるかよ。どうしたカグラ、
カグラ。そうだ、それでいい、カグラ。あなたならもっと正しい未来が切り開けるというのですね。この命をかけよう。ボルト、言ってくれ。俺の手は、俺の刀は血に濡れている。君を切りたくない。それに本気になったカグラを相手にしたら殺されるのは俺らの方だ。命拾いしたな、おかげの息子。帰って伝えるんだ、革命が始まったってな。俺はやはりどこまでも四代目ヤグラの孫なんだ。